ディアムーン帝国物語。第11話帝国の H 話ノープランに対するみんなの反応。とりあえずくつろいでくれ。と言っても私の家ではないけどね。きたー。ゆっくりしていってね。始まりましたわ。今お茶菓子でも用意させよう。まあ、お茶菓子。宮様のお時間。お茶菓子で満面の笑み。でもお前の家じゃないんだろ。お気遣いはありがたいがあまりゆっくりもしていられないのだ。話を聞かせてもらおうか。あまりゆっくりはしていられない。武力で占領した庁舎でゆっくりできないだろ。おお素晴らしい迫力だ。さすがはシオン、ソウル、サンクランド殿下。お茶菓子キャンセル王子。宮様とシオンさんの温度差が。シオン、サンクランド王国の王子。見抜かれてた。シオン王子見バレしとるやん。気づいていたのか、もちろんだとも。そうでなければ体験を許したままここに案内したりはしないさ。それで革命を邪魔するかもしれないと言われている俺たちを案内した理由は、気づいていたのか。案内した理由は、我々は君の国の助けを期待している。簡単に言わないでもらいたいな。軍隊を動かすのは国の大事だ。正義と公正を重んじるシオン殿下らしからぬ物言いだ。仮に我が国が味方するとして君たちがそれまで持ちこたえられる保証はないと思うが、ここは王都とドノバン伯爵領との中間地点に位置している。らしからぬものいい。持ち耐えられる保証はない。つまり、今後歩兵団と王都を分断するつもりか、兵団を叩こうということだな。どちらが正義になるか。お茶菓子は、王都との間を分断したとて自国の中であるならば周囲から補給を受けることは可能だ。だがその手配には時間がかかる。一時的な混乱と兵の動揺は避けられないはず。お茶菓子がやってまいりました。お茶菓子出るやんけ。それをも見込んでこの街で騒乱を起こしたとするならば侮れない男のようだな。分断させるつもりか。ほほう賢いぞこの先導者。シオンはランベールに対する警戒を一つ挙げた。そして一方のミアは、お茶菓子は姫様だけ。紅茶とお菓子一人分だけなの。あーん。一方ミアは、お茶菓子に夢中であった。うにゅう。聞いてない。もう何も考えてねえわ。食っててはロタ。このクッキー細工が細かい上に美味しいですわ。ドーナツかと思ったらクッキーだった。美味しいですわ。この方なかなかやりますわね。侮れませんわ。くしくも二人の見解は一致を見たのであった。ミヤ姫さぁ。危機感なくて草。もぐもぐではロタ。ダメだこの王女。ただもぐもぐしてるだけのミヤ姫。食ってるだけですわ。糖分がないと頭が働かないからね。ルンルン提供。ニッコニコかわいい。ああ、いつものミヤ様だ。レムの王国が他国に対して真に誇れるもの。それは国内に整備された広い街道とそれを前提とした高い機動力を持つ即応軍である。もしそこにさらなる増強を加えるとすれば、再開と決闘と、めっちゃ食うじゃん。ミヤ様ずっと食ってる。もぐもぐではロタ。外国への侵略を起とした軍隊。そのための重税を民に課したということか。しかしこの国の王政府は民を弾圧するために混合歩兵団という強力すぎる兵力を派遣したのだ。宮様はまだお茶菓子に夢中です。ずっと食べてるのかわいすぎ。様々な事情があろうが民に重税を課した挙句、民の代弁者たる家臣を投獄。それだけでも民の上に立つ資格はないのではないか。宮姫の付き添いで来ただけのつもりだったが。宮姫の付き添いで来たつもりだけだったが。宮さん絶対聞いてないだろ。ふぅ。ふぅ。今ちょっと色っぽかった。ふぅ。いい笑顔。ご満悦である。飲まれかけていたな俺は。もはやミヤ姫が付き添い。のんびりしすぎでは。美味しそうに食べてました王女さん。シオン王子は味方につけるべきだがミヤ姫の方は革命を阻害する恐れがあるとジェムは言っていたな。ミヤ姫には口を閉じておいてもらわなければな。口を閉じておいてもらわないと。一生食ってんなこいつ。そのためのお菓子なのか。今日はいろいろあって疲れたんじゃないかな。よければここに泊まっていくといい。王宮並みとは言えないが大きな風呂とベッドがある。まあ、お風呂を。ただ美味しく食べてるだけの姫。人畜無害っぽそう。口閉じさせたいならお菓子ずっと食わせとけ。所詮は子供。言い含めることなどたやすい。正しい川残用である。ルンルンではロタ。正しい川残用なんてあるんだ。皆さん変顔さえしなければ可愛いのに。
いくらなんでも迂闊だったのではないか。宮姫、はて、何のことですの。我がサンクランドの兵力を当てにしているのであれば君を害するようなことをしないだろうが。だがここに一泊するのは、お風呂だ。本当に風呂入ってるよ。一泊する時間はあるのね。あら、どうかしたか。宮姫、宮姫、おいカメラー、風呂見せろー。あ、入浴シーンを映せ。カメラさんお風呂の中です。レムの王国のものにしてはいまいち泡立ちが悪いですわね。やはりアベル王子にいただいたものは特別性だったということかしら。風呂来たー。やったー。ごく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 。本当にあなた帝国のお姫様なのね。ちなみになんていう先発役だったの。おー。でけー。名前は覚えておりませんが可愛らしいお馬さんの絵がついたのでしたわね。いや、アベル王子からもらったやつは、まあ特別性だけどねー。それって、あれは人間用ではない。馬用ですが、とってもいい先発役でしたわ。お風呂でご機嫌なミーア様可愛い。馬用の方が上等なのでは。そう、なのね。それはよかったね。臨車は空気を読んだ。ドン引きスマイルで草。言わないであげてるの優しいね。空気読める子だった。キノコ鍋美味しいでしゅわ。えへへ、へいへい。よだれ。かわいいなこいつ。姫様がよだれ垂らして寝るなよ。ランベール様大変です。ん？まさかこんなに早く展開するとは。何かありましたの。寝ぼけミーア様けわわわね。のんきすぎて大物に見える。今しがた同士から報告があった。王政府の軍が街道沿いの砦に派遣されている。王政府。率いているのは第二王位のアベル、レムノだ。まあ、アベル王子が。おめめキラッキラで草や。なんだその目。ああ、昨日お風呂には入れてよかったですわ。違うそれどころやないの王女さん。考えるのそこなの。ミーア様めっちゃ悠長だな。王族が自ら部隊を率いてきたとなれば目的は展開している金剛歩兵団の鼓舞。それがお前の選んだ道かアベル王子。あ。それがお前の選んだ道か。ちょっと風向きが悪くなってきたな。ミーア、君は行きたいんじゃないか。え、あ、ええ、でも。まあ君が行かなくても俺は行くが。そうだな君はついてきてくれない方がやや安いかもしれない。ほえ、どうして。やっと状況を理解したミーア。色ボケにも程がある。アベル王子に聞かなくてはいけないことができた。場合によってはあの日の夜君に言ったことを実践しなければならなくなるだろう。あ、これはやばい。温度差で風邪をひく。あかん闇落ちしてまう。俺は民が逆、されるのをむざむざと見過ごすわけにはいかない。アベル王子を、すんですの。そうならなければいいとは思うが。見過ごすわけにはいかない。王子対決来る？アベル王子に死んでほしくない。もちろんシオン王子にも。何よりも私が預かり知らないところで二人が、し合うなど。ここが分岐点だぞ。王女さんどうするんやろうな。シオン王子、私も行きましゅわ。ええ、ミーアは噛んだ。噛みまみた。ここで、かわいいね。萌えキャラかよ。なあそろそろ俺らに協力する気になんねえのか。わしは国王陛下が決定的な間違いを犯したとは思うてはおらぬよジェム。我が還元をお聞き入れくださるまで幾度も言葉を尽くすのみ。怪しげな男の誘惑に乗るほどわしは若くはない。スーパーゼウスっぽいおじさん。王じゃないのかこの人。そろそろ俺らに協力する気にならねえか。王子いかがなさいますか。これ以上時を与える必要はないかと。幸いセニアは城壁も低く反乱分子どもが築いたバリケードも貧弱です。突破は難しくないでしょう。王子としての務めか。一方アベル王子。めっちゃ三国志にいそうじゃん。報告、街に動きあり。死者でも送ってきたか。いえ、それが、子供が二人やってきてアベル殿下との会見を求めています。街に動きあり。子供が二人やってきて。愚かな。反乱分子がアベル殿下にお目通りしようなどと。それがそのただの子供ではなくアベル殿下の語学友を名乗っておりまして。失礼する。入ってきた。ただの子供じゃねえぞ。シオン王子なぜ君がここに。ザル警備。おい通すな。もう来てるじゃねえか。いや待て。ということはまさか。お久しぶりですわ。アベル王子。二人揃ってご登場。来ちゃった。もう来てますわー。ミーア姫。僕に会いに来てくれたのだったら嬉しいのだが。あら、それ以外にここに来る理由はないのではなくて。
顔が緩んだ。姫様が来たからもう間違えない。僕に会いに来てくれたというのはそうなのかもしれない。しかしそれ以上にきっと彼女はこの愚かな争いを収めに来たのだ。多分ミーや姫は僕の味方はしてくれないだろうな。それでも僕は、深読みは基本。そんなことないぞ。本当にミーやはただ、会いに来ただけなのである。シオン王子、君はどうかな？ん？まさか君までミーや姫と同じように僕に会いに来てくれたというわけではないのだろう。ああ、今回俺はミーや姫の護衛だけするつもりだったのだ。ここに至っては黙っていられなくなった。護衛だけするつもりだったんだ。ここで抜いちゃう。少しばかり予想よりは早かったが夏前の再戦の約束果たさせてもらうとしようか。え？それはつまり僕に決闘を申し込んでいるということかい。え？いきなり、決闘来たー。聞く必要はございません。アベル殿下一軍を率いる王子自らが一騎打ちなど、聞く必要はありません。シオン王子、本当のお金だな。こんな時に決闘すなー。控えよベルナルド。サンクランドの王子が自らの信じる正義のために命を懸けた決闘を挑んできているのだ。申し出を断れば兵たちの士気に関わるだろう。控えよ。決闘イベント発動。ついに戦うことになるのか。それに彼女の目の前で引くわけにはいかない。まあ確かにな。男だねヤベル王子。さっきまで豚だったとは思えん王子だな。シオン王子、その決闘の申し出を受けよう。デュエル。デイーン。あら、おかしいですわね。受けたー。おかしいですわね。ミヤ様私言いましたわよね、アベル王子にお会いしに来たって。蚊帳の外。理解追いつかず笑い。決闘になった。よくある物語ではこういう時はこうぐっとしていい雰囲気になって。さすがミヤ姫だぜ。恋愛脳がすぎる。それで解決になるのではなかったかしら。ならないんだよなー。ミヤ様ふわふわだ。帰ってあかん流れに。王女なんとかして。ベルナルド。特別に君に命じる。帝国のミーや殿下のそばで彼女を守れ、アベル王子。平和的解決にはならず。ギャラリーその角度で見えてる。姫には僕とシオン王子の決闘が正当なものであったと証言してもらわなければならない。ダメですわ、決闘なんて。決闘の立ち会い人になっちゃった。ミーや様がヒロインっぽい。なんでそんな結果になるんや。君とはもっと違った形で再会を喜び合いたかったな。もっと、未練がましいな。我ながら、アベル王子。ミヤの言葉は届かなかったか。たとえ相手が誰であれ止まることはできない。君ならばわかっているはずだ。姫が来ても止められないか。止まるんじゃねえぞ。ミヤ姫の言葉、あったか。腐った王権のために殉じるか、それでもなお王権は必要なのだ。秩序なき世界ではより多くの民衆が苦しむことになる。もし権力が腐敗しているというのであればそれを正すのが僕の役目だ。もしお前が民を虐げることに加担するというのならここで我が剣の前に散れ。より多くの民衆が苦しむことになる。腐った王家はどっちなんだか。万全の姿勢でなくともこの威力。冗談の構え。万全の姿勢でなくても。いつもの縦振りぶんぶん丸。次元流ものにしてるな。再戦のために鍛錬を積んでいたのは俺だけではなかったということか。天才の君を上回ろうというのだ。気合も入ろうというものだよ。バトルアニメ開始。天才を上回るならば。なんだお前たち。なんだお前。おいおい。門兵やられてるけど。なんか侵入してきてない。痛そう。普通に容赦ねえ。切れてるガチの、試合かよ。あえて近づくことで間合いを外すか。やるじゃないかアベル、レムノ。そちらこそさすがだねシオン王子。アクシツタックル。ああこれマジの真剣じゃん。すごい。手に汗握る緊迫の決闘シーン。普通に切れてますよ。斬撃の威力が上がってきている。戦いながら間合いを調整しているのか、さすが天才の剣だ。斬撃の威力が上がってきている。さすが天才の剣だ。もう持たない、だが彼女の前で無様な姿は見せられない。構えたまえシオン王子。最後の勝負だ。最後の勝負。次の一撃で決着が。どっちが勝つんだ。もうやめてくださいまし。お二人とも本当に死んでしまいますわ。ミヤ様、ヒロインだ。やめてください死んでしまいます。私のために争わないで。ああ、私の言葉は結局届かないのですわね。これは姫ですわ。
どうするミーア様。皆さんどうか私の話を聞いてくださいまし。ここで回想。石投げちゃおっと。あの時と同じですわ。剣を持ち戦う意志を固めた人間の前では所詮言葉は無力だ。所詮言葉は無力。結局届かないのですわね。ミーア様、前世でも何か言おうとしていたんだ。シオン、アベル王子。本当に、お願いです。お願いだから。本当にミーアの声は、願いは届かないのだろうか。おかしい、ディアムーン帝国物語なのにめっちゃシリアスだ。もう届くのはギロチンしかねえ。いいな、死なないで。そうではない。決闘に臨む王子たちにその声は届かなかったとしても気づいてきた絆は彼女の声を届かせる。嫌なの。ナレーションどうした？一体誰に？彼女の頼りになる中間たちだ。ハゴロモフーズ。来たー。困るねー。え？ディオン来たー。おいおい来るのかよ。お前どっから？二刀流。止めた。間に合った。ちょっとやんちゃがすぎるんじゃない、王子様方。うちの姫さんは泣き虫なんだからあまり泣かせないでもらえるかな。ディオンさん。ちょっとやんちゃがすぎるんじゃない。片手で余裕でした。貴様、王族同士の神聖な決闘に水を差すとは無粋なことを。まあそうだね。命がけてる王子の家臣が我慢してるのに勝手なことすんなって感じかな。でも鎖国が剣を預けているのはどちらの殿下でもないものでね。黙れ、その無礼番士に値する。この水差し野郎。めっちゃタイミングいいな。鉄を切るとは。ま、主君の前だしこのぐらいはね。ああ、騎士隊長さんや。帝国最強が最強すぎる。サスディオン斬鉄できるのは彼だけよ。切れ味良すぎるだろ。双方そこまでにしてもらおう。アンヌ。ミーア様ご無事でよかったです。アンヌ、アンヌ。アンヌー。ようやく合流できたな。わきまえよ、ミーア姫殿下の御前である、双方速やかに武器を収めよ。有能すぎる家臣来たー。図が高い、控えおろう。これはルードビッキの絶妙かつ巧妙な誘導。強力な騎士であるベルナルドを圧倒したディオンが素直に命令に従い剣を収めたことでこの場における主導権は完全にミーアに流れたのである。帝国が介入してきた。なんか出てきたけど。え？なんで皆さん私の方を見ておりますの？流れ変わったな。水戸黄門みたいになってきた。さあここから先はあなたの番ですよミーア姫殿下。え、まさかここで私に演説しろと。ここから先はあなたの番ですよ。お膳立てしたのに。お前のためやぞ。私たちがついてますから、そういうことですの。全部投げられても。そうやぞビシッと言ったれ。な、なんかちょっと怖いですわ。突然のプレッシャー。相変わらずメガネ曇りまくってるな。求められる英知。そのためのギャラリー。外堀は埋められた。ミーア様仕事ですよ。皆様、聞いてくださいませ。ガチ演説だな。おいおい大丈夫なの。私はミーア、ルーニャ、ディアニャ。ああ、ミーアはまた噛んだ。噛んだ。めっちゃ噛んだ。その瞳は痛みのせいでほんのり潤んでいた。噛みまみた。涙目。これはきつい。ぶ。今ので兵たちの心を掴んだ。違う、わざとだ。うん、これは帝国の英知。そうはならんやろ。噛んで評価されるのやばい。もう嫌ですわ。ミーア様頑張ってください。アンヌー。よかった空気が戻った。てあら、私何を話せばよろしいんですの。ミーアにレムの王国軍を止めるプランはない。そもそもの話ミーアがここまでやってきたのはアベルに会うためなのだ。と、どうすればあ？アホズラ。ノープラン。どうすればいいんだあ？と、とりあえず何か喋らなくては。動きが硬くて草。手足が同時に出ていましてよ。レムの王国軍の皆様にはこのまま剣を抜くことなく王都にお戻りいただきたいのですわ。バカな、何もせず反乱軍を放棄したまま我々に戻れというのか。ひぃ、この方怖いですわ。べ、この方怖いですわ。ベルナルドの迫力によりようやくミーアの脳みそが回転を始めた。ビビってやがる。恐怖心でようやっと、ようやく脳みそが回転を始めたんだ。だってバカバカしいですわ、あなたたちが戦うなんて。相手は烏合の衆。あなたたちのような立派な騎士様が相手にすることなんかないというミーアなりの全力全開の良い勝負ぶちかましたのだが、ナレーションの翻訳助かる。よいしょかよ。深読み解釈されるやつか。バカらしい、か。そういえば君は前も気になることを言っていたな。
確か違和感があるとか、そうですわ、確かに言いましたわ。前も気になることを言っていた。共感を読みすぎですわ。だってレムの王国で目にしてきたこととかつてのティアムーン帝国の置かれていた状況は全く違う。にもかかわらずルドルフォンヘンドハクト。ダザエフ、どの番最初。民の味方である貴族が害されたことで内乱が起きる。そしてどちらも圧政に苦しむ民衆を救うのはサンクランド王国。条件が全く違う二つの場所でそんな偶然。目にしたこととかつての状況。同じ策謀を感じるわね。絶対にありえませんわ。まるで何者かがサンクランド王国を正義の執行者に仕立て上げようとしているような。これはそう。そんな偶然。それがありえるかも。帝国の英知がフル回転してきた。狡猾な企みのよう。わかってきたか。裏で引いている者がいる。あら、でもこれどうやって説明すれば、前世の話をするわけにはいきませんし、どうやって説明すれば。頑張ってみや姫。狡猾な企み、姫殿下はこの反乱は何者かの関係で我が国を分断するために起こしたものであり、そのものの思惑に踊らされ同胞同士で血を流すのは馬鹿らしいことだとそう言いたいわけですか。狡猾な企み。黒幕がいるのか。第三者の介入があると。ポクポクポク。もしやシオン王子が体を張ってアベル王子を止めようとされたのも、いや俺は、全部言ってくれた。勝手に解釈してくれるの助かる。うわわ、あなたは私を守るためにいらっしゃったわけですから私の目的はその狡猾な企みとやらを解決することであるならば少なくとも半分はそのために来たと言えるのではなくて。よし、いつも通りだ。察してくれる周りがいてよかった。言えますわよね。そう言えないこともないとは思うが。すごい必死。圧力がすごいんよ。言いくるめられるな。これでどうですの、切り抜けたのではなくって。なんかいい感じにまとめてくれた。切り抜けたのではなくって。残念ながら姫殿下、仮にそのような思惑を持つ者がいたとしても我々としては反乱軍を解体して統治の治安を回復せねばならぬのは変わりません。特殊エンディング。ED がギロチンされた。どの道戦いにはなるのね。連中とて税の引き下げが叶わぬとなればそう簡単に矛を収めるつもりはないと思いますが。それは間違いですわ。放棄した民たちが求めているのはドノバン卿の解放ですわ。それは間違いですわ。目的が正しく伝わってない。アベル王子、ドノバン伯を牢に捕らえたという話を陛下から聞いておられますか。いや初耳だ。あれ何か話が合わない。すれ違いがあった。認識の相互が噛み合ったか。いや姫殿下、当然捕らわれている場所の検討もついているのだと思うけどもしかしたらそもそも、されているんじゃないか。それは、そもそも、されているんじゃないか。ドノバン伯はどこに？それは俺の方からお答えした方が良さそうですね。皆さん遅くなりました。待たせたな。夫助け舟が。レオーナさん。キースウッド無事だったのか。全員集合してくぜ。その距離で聞こえてる。筆砲を持ってきました。いや我々には秘宝かもしれませんけどね。筆砲、秘宝。ようやく役者が揃ってきた。こいつらポンポン侵入しすぎでは。この顔である提供。ポカーン顔ミーヤ様提供バック。提供どこチョイスしとんねん。エンドカードかわいい。エンドカードがコミカライズの森の水さんだ。ギロチンも応援してますわ。ギロチンくん味方ポジションみたいになってるけど。シオン王子とアベル王子の決闘を見るミーヤ様のヒロイン感が良かった。シリアスな雰囲気にミーヤ様のポンコツ感が癒しだったな。あそこまで何の規制のかけらもないアホ面なかなか見られるものではないと思う。次で最終回か、一体どうなってしまうんだ。来週最終回なんて信じないぞ。シューマークをギロチンでどうにかできんか。